こんにちは、ビストロシャイニーです。今日はですね、干し椎茸をメインに使ったキノコクリームソースのパスタを作ります。パスタシリーズ。そうそう、なんかほら、沼やってみて合わない人がさ、干し椎茸余っちゃったみたいな声をね、よく街中でいただくんですよ。街中でですか？ねえねえシャイニーっつって干し椎茸がこんなに余っちゃってどうしてくれんだと。だからもうこれはもうどうにかしなきゃいけないと思って、はい、まあ、その美味しい料理今後ちょっとやっていきたいと思います。で、結構なんか干し椎茸って自分結構味覚そんなに良くないんですよ。こう見えてもポルチーニ干したやつ食べても分かんないぐらい。ああ、そうなんですか。結構旨味の成分としては似てるんで、はい、カロリー低い割になんかバター入れたかのような濃厚なソースができるんですよ。へえ。なんでちょっとまあやってもらいたいということで紹介していきます。はい、で、具材が牛肉、玉ねぎ、こちらの舞茸で、今日干し椎茸、これこんなの戻してます。これね、牛乳で戻してます。すごいっすね。で、この牛乳の中に今ね、椎茸の旨味が全部入ってるんで、これを使っていきますということで、はい、でまずやることはね、椎茸をね、炒めるところから始めるんですよ。だから一回、牛乳切ります。牛乳切り、色がついてるでしょ。なんじゃないですか。いかないね。それまずいんじゃないですか、さすがに。まずいね、はい、で、この舞茸、これで、ソースのベースになります。まあ、入れてあげてと。で、舞茸はやっぱりね、特殊な出汁が出るんでね、やっぱりこれは入れたいですよね、そういうソース系には。で、これを持って炒めます。で、今日パスタなんだけど、ちょっとパスタ炒めるタイミングちょっと大事なんで、まだこの状態では炒めないでください。チー油ね、まあなんかオリーブオイル使ってもらってもいいです。自分はもうちょっとチー油を最近使ってるんで、チー油は本当にサラッとしててね、コクがあってうまいですよ。普通のオリーブオイルとかよりも自分はよく使いますね。ぜひね、やってほしいですね。バードチャーハンの2人でやってますからね。なんか今まで捨ててたのがね、本当にもったいないと思ってた。このこれ入れちゃってください。バーッとしばらく放置。はい、お色がつくまで放置です。で、その間に具材を準備します。今日はね、玉ねぎと、まあ、牛肉なんだけど、なるべく油の少ないものを一応チョイスします。今日の良さとしては、バターとか生クリーム使わなくてもなぜか濃厚な感じのソースになっちゃうっていうのが売りなんで、そこでね、油っぽい肉使っちゃうとね、もったいないというか、それしなくてもコク出るんで、全然淡白な肉で大丈夫です。クリーミーさは牛乳で出したらと思う。うん、あとはね、そのやっぱり椎茸が入ることでね、なんかバターが入った感じになるんで、ね、キノコって幻覚作用あるんですよ。だからその一部キノコはね、うん、あたかもそういう幻覚見せてくれてる。幻覚なんすね。じゃあれ言うじゃん、よく人間が神様信じるようになったのは、そのマジックマッシュルーム食べてそうなんすか。そう、それで目覚めたんじゃないかって言われてるから。へー、あ、そうなんすね。目に見えないものに対してこう信仰っていうものが生まれてるんで、それはキノコなんじゃない。キノコなんすね。つけすぎちゃったな。マジっすか。いいか、この段階でですか。もうこれ多いよ。切って、ひき肉にしちゃってください。はい、はい、こんなもん。うわ、すごい、ハンバーグできそう。ハンバーグできそうでしょ、はい、これあとはしいたけちょっと炒めてる間ちょっと待ちですね。はい、これ色がついたタイミングで、おお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 。こっちに入れるんですね。そう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 、カリカリになってる。カリカリになってるでしょ、はい、すげえいい香りする。クリームシチューの時みたいですね。そう、はい、なんだ、あの時だよ。あの時のほら、あの時のイノキだよ。あの時のイノキじゃないですよ。あの時の小イノキですよ。これ入れちゃいましょう、はい、ここで。で、今日ちょっと多すぎたんで、はい、これはちょっと沼に入れることにして。沼に入れたらダメじゃないですか。なんか違う料理に使う。沼便利ですね、本当に。まあまあこんなもんですよ、はい、このソースにしたら食べられないよってなっちゃうでしょ。なっちゃいますね。で、ここからじっくり炒めます。はい、これもやっぱりね、しっかりこう色がつくぐらいまでじっくり炒めた方がいいん で油はまあいらないです。肉のわずかな油でこれは炒めましょう、せっかくなんで。やっぱ肉の時はね、ナツメグちゃんをちょっと軽く味付けでパクパクしておきましょう。で、火加減調整しながらちょっと、炒めていきます。はい、で、キノコソースを作っていくんだけど、胡椒をね、この時入れてもらいたいんですよね。クリーム系はね、やっぱ胡椒ちょっと入れてほしいっていうのがあります。あと塩、まだ味付けしてないんで塩少し入れてあげて、この状態で回してみましょう。もうポルチーニと言われてもわからない。誰ですかそれ。新キャラ出てきてんじゃないですか。味見してみますね。濃厚だね、これ。やばいわ。マジですか。これバターだ、これも。
そういうことですか。バターだこれも、楽しみにしててください。はいはいはい。で色がねついてきたんで、それ肉の旨味ちょっと出たんで、ちょっと最初水で軽く伸ばしてあげて、でここにちょっとソースを入れると。うわもう濃厚すぎて出てこないじゃないですか。そうなんだよこれ。ソースっていうかもうペーストだよこれ。はい。キノコペーストだ。今日はでもねあれだから濃厚さが売りだから、そんなに水で伸ばしたがるんだよねシェフって。伸ばしたがるんだけど、はい、俺は伸ばさないで、あのニャンチャなんで申し訳ないですけど、はい、あとはだからもうパスタ待ちです。はい。こうやってなパスタもね限界が来ると泡吹くんだこうやって人間と一緒だからリアルな吹き方ですね、うん、あのこの口の横から出てくるこうやったらもう限界。はい。切ってあげてしっかり消すか。しっかり消えたね、はい、ソースがせっかく濃厚なんで、これもまたあれだね、高さ出るタイプだね。高さ出ますね。もうちょっとネチョネチョしてあげる。絡まねえな、濃厚すぎて。ほんとだ。うわこれ食い切れねえよ間違いなくどうなることやろって感じ。じゃあ盛り付けします。はい。とんでもねえ量じゃないですか。やばいなこれ、間違えたな絶対これはもうあれじゃね、燃えあずが必要じゃねこれ。燃えあずさん必要です ね、これはね、はい、誕生日だもんね、スマイル。違いますよ、12月っすよ。真逆っすよ。そこれは出るな、高さが高い高いねこれ、新記録ですキノコやべー。はい、できました。キノコおじさんのキノコクリームパスタですできました、ありがとうございます。こちらですね。すげー高い、過去一の高さで、これね内容量ほぼこれ椎茸なんでそっかそっか、はい、じゃかなりヘルシーですね。かなりヘルシー。食べてみてよろしいですか。びっくりすると思うから。いただきます。これいっちゃっていいですか。そうだね、ソースね、はい、ソースの部分、うん、すごいすごいでしょこれ。ガツンと椎茸ですね。そう思いっきり椎茸なんだけどさ、はい、なんかバターが入ってるみたいでしょ。うん、ほんとそんな感じです。幻覚剤だから基本的にバターに今バターに見せかけてバターになっちゃってますね、はい、うん、あでも肉の食感とかもいいし、だけどほんともうもろキノコね、椎茸とか、あ椎茸、うん、ガツンとみかんシリーズにこれ入ってる。ガツンと椎茸ですよなんかさ、これカレーに入れたりとかシチューに入れたり隠し味でも出すと思うんだよ。あそんな感じする。でも俺はもう我慢できなかった。椎茸好きによるパスタって そういうこと、はい、もうこれが好きな人はもう多分ドハマりすると思う。そうですよね。なんだろうな、昔トゥーダーハーブで働いてた時に、うん、はい、ポルチーニ、乾燥ポルチーニ使ってたんだけど、俺もう分かんないもん、うんうん、もうこんなこと言ったら兄貴の怒られちゃうと思うんだけど、はい、全然違えよって言われちゃうと思う俺からしたらもう一緒、もう、うんうん、全然香りいいでしょ。めっちゃいいですね、うん、あ、うまいわ。国産の椎茸使ったら多分コシの差でうまいと思う。あ、そうなんでしょうね、うん、めっちゃ濃厚ね、濃厚接触だよ今流行りの、うん、わー、すごい。これをパスタにするっていうのはちょっとね、うん、店じゃ食えないですよこれは、うんうん、こんなやんちゃなパスタ、やんちゃですね。あ、すごいわ、やっぱね、ダイエットですよ。そうだね、だって、うん、これお腹いっぱいになりますもん。なるでしょ。すごい、もうパスタの量間違いだけどな。まあ、パスタの量は確かに多いんですけど、だパスタの量少なくしてもう椎茸で、うん、本当に満足。なんかすごいクリーミーなこう生クリームとバターとチーズ使ったパスタ食ってる感じでしょ。そんな感じしますね、はい、でも一口食べたらこれ超高カロリーなんじゃないと思っちゃいます。思っちゃうよ、うん、だけどそんなことないっていう。バターの代わりにこれストックしといてさ、なんかバター使う料理とかにパッて入れたらなんかごまかせんじゃないのと思うんだけど、うんうんうん、そうかも。あれほぼじゃ実ないですか。そうだね、牛低脂肪乳使ったらあの肉も赤身だから今日ほぼないですね。ほぼないよ、だから実際。あとまあ炒めた時にチー油 15g。 あ、そっか、チー油入れたのか、うん、でも普通のイタリアンの店だとほんと 30g から 40g 使うから、うんうんうん、ほんと3分の1満たないぐらいのこれ油の量だよ。はい、うん、このやっぱ濃厚さはチー油というよりかはやっぱりその椎茸と牛乳、うん、だからちょっと油もダイエット頑張ってる方とかは、うん、一回油ほぼ少なくしてこれやってみてほしい。そうだね、それでもいけんじゃないかっていう。俺一回だから家で実験で作った時は脂質入れない牛乳とほんと椎茸だけで作ったの。うん、全然濃厚だったの。何ですか、うん、これはみんなに伝えたいと思って、うんうん、今日出したんだけどさ、でもやっぱり動物性のこれ肉がいいね。これ魚とか鶏よりもやっぱり牛がいいと思います、うんうん、ミートソースにちょっとキノコ入れたような感じだね。ああ、そうかもしれない、うん、だけどミートソースよりも全然ボソボソ感がない。そうだね、うんうん、結構ね牛乳入れてるんでとろみが出てるというか、うん、確かにこれ食べたことないわ。でしょ、うん、全然食べたことないですね。これなんか本当だから隠し味入れんだよ本当は。はい、やっぱり、うん、がっつり入れすぎちゃうともう本当お腹いっぱいになっちゃうから。はいはい、香りですね。キノコって不思議だよね、なんで生えてるのか分かんないしな、まず、うん、キノコかけますかね。うん、そうだね、はい、うん、何のために生えてるのか分かんないっていうか、でも幻覚作用もさ何かしらのメリットがないとキノコに。そうか、毒があるわけですからね。いや種飛ばすようなあれもないじゃん。
はい、だから食べさせて運ばせるっていう理由もないし、うんうんうん、その人間のためだろうって、これこそなんかあると思うんだよね、うん、俺はあんまりこれ以上言うと削られちゃう、削られますね、うん、あ今日めちゃめちゃ腹減ったって時にいいかもね、ちょっと面倒かもしれないけど、うん、ミキサーでもできるんでこれ、うん、だけどお腹いっぱいになっても結局取ってるカロリーは低いんです、低いね、うん、だからやっぱ食べ方だよね、そのどう旨味を出すかとか、本当そう、どう調理するかで、うん、同じ500キロカロリーでもうわお腹いっぱいってなるか、ちょっと足んないなってなるかっていうところだよね、そうですね、カロリーじゃないですか結局は、まあそうだね、うん、最終的にはね、だからそこでなんかストイックぶってわざとお腹減るようなことしなくていいわけじゃないですか、まあそうだね、うん、しっかりカロリーを上手に使えばお腹いっぱいでダイエットができる、そうだね、うん、まあ、濃厚だわ、うん、味変するそろそろできます、うん、海苔あるから、和風にしますか、そう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 、うん、これうまいよ、さらに、あ、うまい、合うでしょ、合う、うん、一気に和風、これはもうなんか無限だよね、うん、うまっ、海苔ともいっちゃいますよ、そうでしょ、うん、大体海苔合うから怖いよ、怖いですね、海苔もね、なんかありますね、なんかあるよ、うん、あ、ごめんなさい、こっちが正解さも、あ、ほんと、うん、もっと入れる、大丈夫です、とりあえずトッピング海苔ですね、うん、いや、めっちゃうまいです、ほんと、うん、ここに喋られないって、ほんとそうだね、これはちょっと俺もソース味見したけど、バターほんとバグって食ってる感じだよね、うんうん、でも全然スッキリしてます、うんうん、すっげえスッキリしてる、もたれたりはしない、全くもたれないし、油入ってないからね、嫌な感じしないけど、ほんとそれぐらいの濃厚さ、うんうん、一つね、バリエーションとしてちょっとやってもらいたいと思います、はい、まあ、ダイエット中じゃなくても美味しいんで、うん、やってみてください、結構あれですよね、もうバリエーション何個も出てきてますよね、うん、まだね、あるのよ、まだなんですか、まだあるのよ、はい、まだみんなに紹介してないソースいっぱいあるから、ちょこちょこね、はい、出していって料理を楽しんでもらいたい、うん、それが自分のやってる目的でもあるんで、はい、それやってくれたら引退でございます、引退でございます、引退ですか、何ですか、引退して料理になると、引退してもう料理にもう出します、はい、リストラ社員つい上に出します、はい、店舗ね、あのフランチャイズ今募集してるんだから概要欄に貼っときますので、そうっすね、お問い合わせください、はい、じゃあ500店舗目指してるんで、はい、やってみー